ティーナベルちゃんの最新情報を発見しましたので、皆さんと共有したいと思います。実は、ティーナベルちゃん、日本は9月8日新登場なんだけど、香港ディズニーランドでは9月9日に発売されるんだって。香港ディズニーランドの公式で発表していたんだけど、すごい興味深い記事があったんだよね。日本に1日遅れでティーナベルが販売されるんだけど、ちなみに香港は日本との時差1時間ね。香港ディズニーランドでは販売方法をすでに重要な販売方法を発表していました。そこには衝撃的な内容が。ティーナベルはダッフィーや他の友達と一緒にパーク全体に登場し、ティーナベルをテーマにした一連の新しい限定商品がオンライン予約注文で販売され、詳細は8月に発表されます。香港ディズニーランドではティーナベルちゃんは商品がオンラインで予約注文で販売されるって。香港は予約注文ってことをすでに公表したんですよ。日本では8月下旬に販売方法をサイトにてお知らせしますってありましたよね。これは日本の販売方法が気になりますね。なぜ気にしないといけないかというと、デイニーデイズに大量発生した海外転売ヤー集団の原因は、香港ディズニーのグッズも大量転売しているグループだったんだよね。そのグループはティーナベルちゃんグッズをかなり高額で取引するグループで、結果としてその海外転売ヤー集団が増えて、そのグループに負けまいと参戦した日本にいる海外転売ヤー集団も増えて、あの騒ぎになってしまったの。だから今回の香港ディズニーの販売方法を把握しないと巻き込まれる可能性はありそうなんだよね。ポイントとしては、日本は香港より1日早い販売。香港は商品がオンライン予約注文で販売され、詳細は8月に発表されます。日本の販売方法、ぬいぐるみを置けるフォトポイントが9月8日新登場するみたいな発表がありましたが、販売初日にぬいぐるみ実物をパークで買えるのか。そうなると早く手に入れたい海外転売ヤーがパークに大量発生するし、初日が地獄となりそうで、初日に買いに行きたくない人続出しますよね。ではまた詳細が出たらお知らせしますね。皆さんのコメントをお待ちしてます。